はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は11月2日版の棋戦速報をやらせていただきます。まず、最近話題の王将リーグから見ていきます。羽生九段が見事に渡辺名人や永瀬王座なども倒して5連勝。これで首位が確定となりました。豊島九段が残り渡辺名人、そして服部五段、羽生九段に3連勝すればプレーオフとなりますが、現時点で羽生九段の挑戦確率は 90% 近くとなっております。ちなみに、豊島九段対服部五段戦は11月11日、豊島九段対渡辺名人戦は11月15日、そして羽生九段対豊島九段戦は11月22日となっております。この間に、もし豊島九段が敗れますと、その時点で羽生九段の挑戦が決まります。また、豊島九段が連勝した場合は、羽生九段と最終戦で5勝0敗対4勝1敗の戦いとなりまして、豊島九段が勝てばプレーオフ、羽生九段が勝てば6勝0敗で藤井王将に挑戦と、そういった形になります。果たしてどちらが挑戦するのか非常に注目ですね。まあ、個人的にはやっぱり、羽生九段対藤井王将の番勝負っていうのはまだありませんので、ぜひそちら見てみたいなと思いました。続きまして、藤井竜王の今期成績、そして直近の対局予定見ていきます。藤井竜王が最近また再び勝率を8割に戻しました。21勝5敗、素晴らしい成績ですね。このまま6年連続8割になるかどうか注目です。そしてここ注目なのが、日付が未定の対局として、NHK 杯戦3回戦佐藤天彦九段、そして A 級順位戦6回戦佐藤天彦九段、さらに11月3日棋王戦準決勝佐藤天彦九段ということで、佐藤天彦九段との対戦がたくさん番勝負みたいに組まれているという状況になっております。まあ偶然とはいえちょっと面白いですね。果たして棋王戦準決勝を勝って6冠目目指すことができるかどうか注目です。そして11月6日日曜日は JT 杯準決勝早出しのスペシャリスト稲葉八段との戦いとなりました。そして11月8日と9日は竜王戦第4局広瀬八段戦となります。そして11月14日月曜日は A 級順位戦5回戦こちらも広瀬八段戦ですね。広瀬八段との連戦が続く格好になります。そして11月20日もし JT 杯決勝そうですね、もし稲葉八段に勝っていれば斉藤八段戦が行われます。そして11月25、26は竜王戦第5局。果たして第5局までで防衛が決まるのか、それとも、広瀬八段戦前長引かせたいと言っていた抱負の通りに6局目以降にもつれ込むのかどうか、こちらも注目ですね。そして11月26日は新銀河戦準決勝菅井八段戦が放送されます。また11月29日は銀河戦決勝トーナメント1回戦中村治九段戦が放送されます。こちらは火曜日ですね。そして11月2日3日は竜王戦第6局、そしてフルセットになっていれば14、15に竜王戦第7局ということで、藤井竜王は11月非常にハードな対局日程が組まれているという格好になりました。また12月25日は東西オールスター対抗戦、西側の陣容が非常に強くなりましたんで、ちょっと後ほど触れていきたいと思います。まず、棋王戦ですね。藤井竜王が渡辺棋王に挑戦して六冠獲得なるかどうかという戦いですが、ベスト4からは敗者復活制がありますので、藤井竜王の挑戦確率がさらに高まりました。今のところ、手元の計算では 72% ほど藤井竜王の挑戦確率があるという状況になります。左の山は藤井竜王対佐藤天彦九段、そして右の山は羽生九段対伊藤匠五段ですね。羽生九段は通算100期に向けて渡辺棋王に挑戦なるかどうか注目です。ちなみに挑戦確率は 15% ほどとなっております。果たして羽生九段が100期目指して挑戦するか、あるいは藤井竜王が六冠挑戦目指して挑戦するか、それとも天彦九段や伊藤匠五段が勝ち上がるのか注目でございます。続きまして銀河戦決勝トーナメント見ていきます。こちら決勝トーナメント進出者がほぼほぼ固まりました。 G ブロック昨日藤井竜王が高見四段に勝ちまして、これで藤井竜王が G ブロック優勝で決勝トーナメント進出、1回戦の相手は中村治九段となりました。続きましてオールスター戦、こちら先ほど触れましたが、
とにかく西軍が強いですね。藤井五冠、豊島九段に加えまして、早出しのスペシャリスト山崎八段、そして稲葉八段、糸谷八段、斉藤八段と A 級棋士がずらっと顔を揃える非常に豪華な、組み合わせとなりました。ちなみに、前年は西軍がペア将棋まで全部勝って 6-0 で東軍を完封しておりましたが、今期も恐ろしいメンツということで、また2年連続完封しても全然おかしくないメンバーですね。ただ東軍は今期渡辺名人が加わりまして非常に手厚くなっておりますので、増田六段、近藤七段、そして2年連続決勝進出の2年連続メンバー入りの横山七段、非常に強いメンツが揃ってますんで、おそらく2年連続で 6-0 はちょっとないと思うんですけど、果たしてどうなるか注目ですね。そしてちょっとこちらに関してはたくさんコメントいただいておりましたので触れなければいけないんですが、永瀬王座対佐藤天彦九段戦は永瀬王座の反則勝ちとなったんですが、佐藤天彦九段が撤回と対局のやり直しを求めて提訴するという事態に発展しました。これに対してはちょっと連盟の判断が待たれるところでございます。ちなみに天彦九段の主張の詳細は概要欄の URL をご覧ください。これ知らない人のためにもう一度説明しておきますと、佐藤天彦九段対永瀬王座戦の最終盤におきまして、天彦九段がちょっとこう一回マスクを外した後にうっかりつけ忘れて、そこから長時間経過してしまいまして、それでちょっとおかしいんじゃないかということで、永瀬王座が、鈴木大輔理事、そして佐藤康光会長に訴えて、その場では永瀬王座の反則勝ちが認められたんですが、それを天彦九段が撤回を求めて、理事会に提訴したという流れになっております。ちなみに囲碁界では立ち会い人の棋士がマスク着用を求めて、つけてない人がいたらマスク着用を求めて警告しまして、従わない場合は反則負けという形になります。で、私の主催したアンケートや SNS での論調は、一回も注意せずにいきなり反則負けにしちゃうのはちょっとかわいそうだっていう、そういう意見が多数ありまして、様々な意見があったんですが、方向的に対局やり直しを望む人が多数派でございました。アンケートだともう9割近く対局やり直しを望む人がいたと、そういう状況になっておりました。あくまでも、ただのアンケートですんで、これが別に影響するとかそういうことは全く考えてませんが、今のところ世論は、どっちかっていうとやっぱり対局やり直しの方に傾いているのかなという感じがいたしました。果たして連盟がどういう裁定を下すのか注目ですね。ちなみにこの件に関して結構その棋士の方ですとか将棋関係者の方に誹謗中傷コメントがたくさん、あったんですが、そういったものは、少なくともちょっとこのチャンネルではやめていただきたいなと思います。ご意見は大歓迎ですが、言葉はちょっと選んでいただかないと、コメント消したりとかあるいはブロックしないといけませんので、そこはちょっとご協力をお願いいたします。で、肝心のその誰が挑戦するかという話ですが、今のところ豊島九段、広瀬八段、菅井八段、そして藤井竜が3勝1敗で並ぶ大混戦となっております。すでに全勝者が消えてますんで、おそらくですね、7勝2敗ぐらいが挑戦ライン、挑戦もしくはプレーオフラインになってくるかなというところで、6勝3敗で並ぶという可能性もまだまだ十分ありそうですね。続きまして B 級1組順位戦見ていきます。こちらは中村七段、そして佐々木七段が今のところ昇級圏内となりました。果たして誰が昇級するか注目ですね。羽生九段は連勝スタートの後まさかの4連敗となってしまいましたが、ここから挽回できるかどうか注目でございます。そして B 級2組は大橋六段が5勝0敗首位に立ちました。次回は11月16日に行われます。また C1 と C2 は、まず C 級1組は伊藤匠五段が5勝0敗で単独首位、4勝1敗で石井六段や黒田五段などが追いかけるという形になっております。次は11月8日に行われます。 C 級2組は服部五段、斉藤五段、そして古賀四段が、譲らず5勝0敗で全勝をキープしております。次は11月10日に行われます。続きまして JT 杯は藤井竜対稲葉八段で準決勝、決勝の相手は斉藤慎太郎八段となりました。果たして、誰が決勝に上がってくるのか、誰が優勝するのか大注目ですね。そして
対局数、勝ち数ランキングなど個人成績部門見ていきたいと思います。服部五段が対局数44局で1位、勝ち数も34勝で1位と2位以下を圧倒してほぼ2冠確定となっております。まあ、ここから2位以下が追い上げて服部五段を抜くっていうのは、まあ、どちらもちょっと難しそうですね。そして藤井竜が21勝で4位まで一気に上げてきました。まあ、注目のスーパールーキー徳田四段は24勝とこちらもすごい数字になっております。また連勝と勝率ランキング見ていきます。徳田四段がまだ歴代最高の中原十六世名人の47勝8敗8割5分5厘を上回る素晴らしいペースで勝ちまくっております。まあ、一時期19連勝までいっていたんでちょっとこう最近は失速気味ですが、ちなみに徳田四段の19連勝そして20連勝という記録ですが、途中で未本営の棋戦で敗れていたことが発覚しまして11連勝に修正されてしまいました。で、1位が服部五段、2位が伊藤五段、3位が徳田四段という形で落ち着いております。で、2位が古賀四段の20勝4敗8割3分3厘そして3位が藤井竜の21勝5敗8割0分8厘となっておりまして、今期は未だに3人が8割を超えるという非常にハイレベルな争いになっております。それにしても藤井竜はあれだけタイトル戦とか非常にこうハイレベルな相手と戦い続けて、この数字はすごいですね。6年連続勝率8割以上なるかどうか注目でございます。続きまして八大棋戦概要を見ていきたいと思います。まず王将リーグは羽生九段が5連勝2勝1敗の豊島九段と一騎打ちとなりました。羽生九段の挑戦確率今のところ 90% 近くと、まあ、正確に言うと 87% ぐらいなんですが、もうかなり濃厚となってまいりました。まあ、ぜひ羽生九段対藤井王将の7番勝負見たいなと願っております。そして藤井竜が竜王戦で勝ち2勝1敗となりました。広瀬八段との3局目は11月8日、4局目ですね。4局目は11月8日、そして9日に行われます。また、服部五段が新人王戦2勝1敗で優勝、小山アマが編入試験11月28日に第1局徳田四段戦が決まりました。続きまして、女流タイトル棋戦概要を見ていきたいと思います。まず女流王将戦ですが、西山挑戦者が2勝1敗で見事に里見王将から奪取しました。これで再び里見6冠から里見5冠に戻りまして、里見5冠、西山2冠時代に逆戻りという格好になりました。この両者は本当に拮抗していてすごいですね。つい先日里見白麗が誕生して6冠になったばかりなんですが、そのわずか1週間後に再び西山2冠に戻るという西山二冠の意地を見る戦いとなりました。また女流名人戦でも里見女流5冠と西山女流2冠、今6勝1敗同士ということで、果たしてどちらが伊藤名人に挑戦するのか、あるいは上田四段や鈴木三段がかわすのか、その辺が注目でございます。また女流王座戦は里見王座が加藤三段に先勝、第2局は11月16日に行われます。また倉敷桃花戦は里見倉敷桃花が西山挑戦者に勝って1勝0敗で防衛に王手となりました。第2局は11月26日に行われます。続きまして三段リーグ見ていきます。こちらは小山三段、入間三段、正木三段、片山三段が2勝0敗となりました。他2勝0敗多数となっております。ただ中三段は1勝1敗、中学生棋士が期待される山下三段は0勝2敗の苦しいスタートとなりましたが、ここから巻き返して中学生棋士誕生なるかどうか注目です。次は11月3日そして6日に行われます。続きまして今週来週の予定など見ていきたいと思います。こちらですね。まず11月2日新人王戦第2局黒田五段対服部五段戦は、服部五段が勝って見事に2勝1敗で新人王となりました。おめでとうございます。そして11月3日棋王戦準決勝藤井竜対佐藤天彦九段戦、11月4日順位戦 A 級豊島九段対菅井八段、そして王位戦予選渡辺名人対木村九段、王座戦予選で狩山四段対里見女流五冠の、まあ、リベンジマッチがありますね。そして11月5日棋王戦準決勝羽生九段対伊藤匠五段、
11月6日日本シリーズ準決勝藤井竜対稲葉八段、そして11月7日叡王戦予選豊島九段対谷川九段、王将リーグ糸谷八段対服部五段、11月8日9日は竜戦第4局藤井竜対広瀬八段戦となります。そして11月8日は秋季1組順位戦6回戦が行われるという形になりました。ちなみにこちらですね、 NHK 杯戦先ほど見ていなかったので最後に見ていきたいと思います。まず、久保九段対豊島 NHK 杯、そしてその勝者が中川八段と対局、その下に行きまして天彦九段対藤井竜王の対戦組まれました。右に行きまして佐々木七段対山崎八段、その勝者が菅井八段と対戦、そして八代七段対深浦九段戦が組まれております。で B ブロック行きまして佐々木勇気七段対松尾八段戦、その勝者が郷田九段と対局、その下に行って安光九段対永瀬王座が対局となります。右の山に行きまして広瀬八段対斉藤慎太郎八段、そして糸谷八段対横山七段戦が行われます。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。